たちの歌生まれ変わる神戸の街に届けて私たちの歌自信も負けない強い心を持って泣くなガガタガタの祭りはね、震災を復興するということで、ね、みんなでしっかり立ち上がっていこうという思いから目的からね、できた祭りと伺いました。ちょっと待ってください。あ、です。ということでね、最後しっかり盛り上がって手振っていきましょう。最後ね。さっきとても素敵なものを拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると、誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った、素敵なものを今の目標に背負おうとして、いる人だと言うことが分かった。惜しいような気もしたけど、僕はそれをあげることにした。
ったんですけど、本当に震災を復興するためにこのお祭りは行われております。皆さんのね、一人一人の思いを、そして皆様の一つ一つの力を本当に世界に羽ばたく